まあ、しっかり勝ってこの景色を見たいと思っていたのですごく嬉しいです。ランナーを毎回出してしまったんですけど、本当に守備に助けられて、リュウ君にも打ってもらってすごく感謝してます。2回目のホームランを打ってリュウ選手の決勝タイムリーでしたね。あの打席どう思いました？そうですね、信じてました。リュウ選手、今日のホームランどうなりますか？そうですね、やっぱり、イケメンが投げていたので、非常に応援させていただきます。そして、今日9回には、ロッキー2番の岡島投手が試合を締めてくれましたね。そうですね、本当に信頼のあるピッチャーなので、信じてました。ご自身、試合の感染復活によって今日のマウンドだと思います。よかったね、これから直していきたいと教えてもらえますか？そうですね、本来なら今日も9回までしっかり投げ切って自分自身で試合を決めたかったんですけど、まだまだそこも体力不足と相当な課題があるので、9回投げ切れるように来年は頑張っていきたいと思います。チャンス、一番いいところで一番いいタイミングが出ましたね。はい、先輩方がチャンスを作ってくれたので遊びに行きます。相手はどんどんトップのピッチャーです。どんな気持ちだったんですか？やっぱり気持ちだけでは負けないので強い気持ちで打席に入ってきました。どのところ粘りの打席であったり効果タイムリーであったり打撃の活躍が目覚ましいですけども、どんな意識をしているんでしょうか？このところの活躍目覚ましいですけども、打撃の意識どんなことを意図しているんでしょうか？まあ、打撃の意識というよりも気持ちで負けないという気持ちが心強いので、この打席で気持ちが出ているかと思います。イエス投手の3年ぶりの勝利をアシストできましたね。そうですね、本当にさっきも言いました通り、いつも目の保養にさせていただいているので今日は、3年ぶりで活躍できるかなと思います。ルーキーもそうですが、ピッチングについてはどうやって見てみましたか？本当に球が見えないぐらい、いい球を投げていたので、本当に守備も飛んでくれますし、なんていうんですかね、本当にすごいです。ありがとうございました。では改めて復活の大勝ちであり梅津投手、最後にファンに一言いただけますか？まあ、なかなか時間がかかってしまいましたが、本当に大きい声援ありがとうございました。
かあいつあれに乗ってくれる。なんかあれに乗ってくれる。あいつ。岡林はポルシェの実家の松坂に勝利投手で、グランボレーエイト選手にはドラゴンズナイト登場です。